はい、ということでね、先ほど自分で製麺したうどんをですね茹でていただきまして、こんな感じに仕上がりました。一応ね、今回は肉汁うどんとして、まあ、肉汁のね、漬け汁をご用意いただいて、一応ねここだけで多分5キロぐらいでございます。麺だけで茹で後 4.5 キロぐらい、かなりの量なんですけど、早速ねちょっといただきたいと思います。いただきます。麺見えるかなこれ。ね、こんな感じなんだよ。見える。そう、すごい。いや、うまいな。で、なんか、まあ、もちろんいつも美味しいし、いつも通り美味しいんですけど、なんか心こも、自分の心込めてやるとなんか違いますね。なんかっていうのは。いや、ちょっとつけ汁にも、よいしょ、いやー、なんか嬉しい。うまいなぁ、黙っちゃうなぁ、うん、お母さんもせっかくですが、冷めないうちに。あ、本当ですか、よかった嬉しい、またやっぱりその庄司さんの小麦がうまいっていうか、もう香りが強いですよね。うん、生姜もいただいたんで、
この川島町ってあのすったてっていううどんがまあ発祥の地域で、もちろんあのこの庄司さんもめちゃくちゃ美味しいすったてを出してるんですけど、夏限定でして、で冬がねまた味噌煮込みうどんがあるんですよ。そうだからもう本当に春夏秋冬問わずね、いろんなうどんがいただけるんで、ぜひちょっとあの皆さん来てください。よいしょ、ちょっと七味の方、もうすぐなくなっちゃいますね。なんか寂しいな。いつも食べ終わりになるとちょっと寂しいんですけど、なんか自分の作ったものだと余計に寂しい。
庄司さんでまさかちょっと自分で製麺をして、まあ、そこでね食べていくっていう、まあなかなかできない経験をさせていただきました。やっぱ自分で作るとなんかよりうまく感じるな。多分まあお店で出してるよりもやっぱりちょっと麺がねちょっと不揃いだったりとか部分があるので多分店の味には劣るんですけど、やっぱりなんか自分で作るとね美味しく感じました。お店の方にもぜひ皆さん時間があれば食べに来てください。以上ラスカルでした。じゃあね。